5、1分24秒779、6番手1分24秒779は現在のクラス6番手タイムとなっております。さあ、そしておっと千葉選手にはガッツリが1本という安定か。さあ、そしてスタートはゼッケン24。さあ、ディフェンディングチャンピオン川本浩一がスタートをしていきました。なんとプラモテック王立ゼットがスタート。さあ、第1シード2番手の川本、現在は5番手まで押されている。さあ、そして川本パイロンは打つとセーフだ。さあ、一瞬ヒヤリとしましたが、パイロン右をクリアしていった。さあ、そして千葉11が戻ってくる。さあ、最終ターン立ち上がって今ゴールチェックになりました。タイムが1分27秒150、1分27秒1502、ガッツリという判定です。さあ、そして川本が中間が35秒145、中間ベスト、中間が35秒145。さあ、堀田の中間をコンマ5秒上回ってきた。さあ、そしてスタートは25番、大中地がいきます。アティチュースピードハードシビック。さあ、ターゲットタイムは森田の23秒459、23秒459。さあ、しかしその第1中間コンマ5秒のアドバンテージを持って、さあ、チャンピオン川本戻ってくる。さあ、最終セクションへ戻ってまいりました。さあ、18秒8分セクター数ですが、さあ、上回ってきた。さあ、どうでしょうか。最終ターン、ここでゼット立ち上がって今好チェックになります。タイムは1分23秒344です。タイム更新1分23